2022年度学習院大学法学部英語長文過去問解説したいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説作成しますので一緒に勉強していきましょう過去問解説を始める前に英語長文読解で抑えるべき3つのポイントについて解説します1つ目が英文を読まない考える2つ目が作者問題作成者の意図を僕見取る3つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと時短でコスパよく回答できることや正答率が向上するそれからそもそも英語を読まないので英単語、英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント1つ目、英文は読まない、考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると、難しい英単語とか、難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって、時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので、考えましょうということです。考えるというのは、因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る英文読んでいると、バットとかハイバーとか逆説の後って作者の主張がきやすいですよねでそういう作者の主張になっている部分が説問になりやすいんですよねなので作者問題作成者の意図、主張を汲み取ることが正当率の向上につながります 3つ目、英文は中小から具体に進む。第一段落の1分目って結構英単語は難しかったり、表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよねで。最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。でそこを理解することができれば、同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。そういうい英文の構造 一緒に確認ししていきましょう攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語をピックアップしていきながらメインテーマをつかんでいきますで。ここで言っている単語っていうのは別に難しい単語である必要はなくて、皆さんの知っているレベルの単語で十分かなという,ふうに思います。それから話の展開を類推すると。 で、類推した話の内容が正しいかどうかを確認する。これがステップ3になります。なので、まずメインテーマをつかむと。で、メインテーマがつかめたら、あとは類推確認ですね。ステップ2、ステップ3。これの繰り返しによって、英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画も、この攻略手順に基づいて解説を行っていきます。 では、英語帳部フォームの方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので単語をピックアップしていきます。ピックアップすべき単語っていうのは私マーキングしてますので、お手元に過去問がある方は同じ場所をマーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語っていうのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語、ここを見てメインテーマをつかむ、それから話の展開の類推確認、ステップ1からステップ3をやっていきましょうということになります。はい。で、マーキングは、 何をマーキングするかというと、新しい情報とか、作者の主張、名刺、こういうところをマーキングしていきます。もうすでに、逆に言うと、マーキングは、もうすでに、ね、出ている情報、分かっている情報はもうマーキングする必要ないですよね。はいということです。とにかく新しい情報、作者の主張、こういうところをマーキング、ね、していきたいです。 はい、では最初見ていきましょう。名詞ね、最初出てくるのは、はい、ソサエティ出てきますね。はい、ソサイエティ is e v e r y i ソサエティ、社会がすべてだということを言ってますね。で、この時点ではどうですか、皆さん。あんまりよくわからない。何が言いたいのかね。だから、ポイント3ですね。 英文は抽象から具体に同じ話の繰り返し、ね。ここで不安になる必要はないということですね。まだまだこれから話が Society is everything について具体化されるぞということです。はい、次に見てけど Many of us go through life thinking, we are self-made, unself-sufficient. 人生、まあ、生活っていうのはまだ自分でなんか作ってるみたいな、ねえー、ことを言ってます。 で、some men、uh, credit or blame their family or their success or,、uh, or failure in life、ねまあ、人生、生活における成功、失敗、家族のせいにする人もねいるでしょうみたいなことを言ってて、はい、ここで、ばっと、はい、しかしってきてるんですね。しかしですよ。 はい、えー。なので、ここはポイント2ですよ。作者の主張ね。逆説の後に作者の主張が来やすいここを思い出してください。だから、ここのバットの後っていうのは読み流しちゃダメですよ。ちゃんと見ていかないとダメです。はい。見ていくと、はい。r a r l y do we think about the bigger f r c e t h a t determine our distance? いいかですね、運命を決めるのは大きな力が働いている我いーー、ね。我々が考えようもしない。大きな力が働いている。じゃあその大きな力って何ですかこれもうすでにわかりますよ。これ実はわかりますよ、ね。英文は同じ話の繰り返しなんですよ。だからもうすでに出てきているんですよ、実は。 表現が変わってるだけ。The Bigger Force って,言って表現が変わってるだけでもうすでに出てきてます。単語1語です。何ですかこれは。Society 社会ですよね。だって社会が全てだって言ってたじゃないですか。社会が全てなんですよ。ね。セルフメールとか、セルフサフィシエントとか、ね、えー、The Family for the Success for、uh, Overfailure in Life で、こういうところじゃなくて社会だって言ってるんだから。The Bigger Force はもう社会しかないじゃないですか。だって社会が全てだって言ってるんだから。 でこういうふうに、ポイント3ですよ。英文は中小から具体に、同じ話の繰り返しということをちゃんと認識しておけば、この The Bigger Force がソサイティということは分かるはずですよね。こういうところですよ。ね、こういうところだと大切です。でさらに見ていくと、配布インコ具体がされてますね、またね。えー、その The Bigger Force って何なのかというと、The Category We h u 国とかね、生まれた国とか。 はいソーシャルアティルコンもね、まあ、社会的な態度、それから政府とか経済とか、つまりソサリエティですよね、一言で言うと、ね。まさにそうじゃないですか。はいということです、まあ。そこは分かればいいんじゃないでしょうか。で、この1番はもうね、えー、解けますよねということで、A の質問ですね。はい下線部1の最も意味の近いものはどれかというと。 The force bigger っていうのは、つまり、ソサ i エティのことだっていうふうに我々も分かってるんだから、はい。あと、ザン、何よりも影響があるかっていうと、当然、もう出てきた要は、家族とか自分自身よりかね、はい。よりも、ね、影響力は非常に大きいですよということなんで、これは、ローが正解ですね。 いとか絶対違いますよね。デストロイじゃないであアワセレブスアンアワファミリザ・デストロイアワルビネ、ね。別に破壊してたわけじゃないですからね。はい破壊してたわけじゃないですと。で、あとハトにはもう、ね、100%違いますよだってザ・ フロス、あ、ザ・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 ザザフロス・ビガーがソサイエティなのにザン,ザン・ソサイエティっておかしいじゃないですか。社会と社会同じものを比べてどうするんですかってことですよね。はい。だからちゃんとこのザ・フロス・ビガーがソサイエティっていうことをちゃんとあそこの場で認識してれば、もうハトになんか自然と選択肢が切れてくるわけですよ。ね。もう自然とロが選べてくるということです。ちゃんとあそこの、ちゃんと言い換えですよね。言い換えに気づけたかどうか。これがもうす問いの A のね、全てかなというふうに思います。 はい。で、次の段落いきましょう。第2段落。レス・コンシルラーですね。エグザンプはい。例が、具体例が出てきましたね。はい。ソサエティ、また社会が出てきました。ということで、やはり英文は抽象から具体なんですよ。だから今度社会が具体化されるわけですね。はい。社会っていうものが全てだということで、社会が具体化されています。はい。出てきた社会はアマゾンですね。これは中でもありますね。えっ、ー、と、南米エクアドリのアマゾン側流域。 のソサイエティが出てくるわけですよね。当然、具体化だから。はいえー、12人のなんか子供がいて、家族ですかね。子供がいますと。あでそこはもう、ね、電気とか道とかも、ねえーまあ、ライフラインがまともに整ってない場所ですということですね。で学校も、はい、ディスタンターベ非常に遠いです。で、Y の質問があって、ね、The、uh, Attendance was irregularly。だから、遠いから学校にはイレギュラー、ねまあ。毎日毎日行けるわけではないので、 この Y は何ですか純接ですか逆説ですか純接ですよね、まあ。学校まで道が遠いからなかなか学校に通えない、ね。これ純接ですよね。なのでこの Y は、ね、簡単だと思います。もう文脈ですね。C の説問ですが、これははですね。そう。ね、純接のそうが正解です。はい。で、次、ハイバー以降見ていきましょう。ハイバー、しかしながら、コミュニティハラス・ブローカー。 とラジオトゥドクター、uh, なんか医師とはなんかこうコミュニケーションを取ることができるみたいなことを言っています。で、さ、uh, らにマーキングしてるところね。えっと、セーフ・レン・ザンフルス・フフォレスト・エレンハト・サバイブ・イン・ザ・ンつまりこれ、もうどういう生活ですかこれ、自給・自足ですよね、完全にね。ね自給・自足の社会ですよ、ね。こういう社会にまあ、 生まれたということですね、まあ、こういう社会に生まれれば、やっぱりこういうね、えー、人生を送らなければいけないと。まあ、最後のところとか、アマゾン川にこれお金がない、まあ、何か物を買いたい、でも彼らはお金持ってない、だからアマゾン川に、えー、と金を掘りに行ってるとか言ってますね。<laughs> はい、だからこういう生活ですよ。私たちには、つまり考えられない生活ですよね。ですよね,ねでもそれっていうのは、ね、ここに皆さんだってもしアマゾン川の流域に生まれたらね、ね お金がないからって言って、アマゾン側にゴールド、金を掘りに行かなきゃいけない生活だったかもしれないわけですよね。つまり、生まれた場所によって、これ第一段落ですよ、まさに、ね。生まれた国によって、社会によって我々の人生、生活っていうのは決まっていくよねって。これ、第一段落をただ具体化してるだけなんですよね。結局、作者の主張は何ら変わってないですね。生まれた場所、ね、社会によって自分の運命、人生って変わってくるんだよ。これですよ、ずっと。 もうこの後もずっと変わんないです。作者の主張はずっと変わんないです。ということです。で、X の質問ですね。はい。つまり、この社会って、今、ね、Amazon が流域の社会見てきましたけど、どういう社会だったんですかはい、X です。どういう社会でしたか英文は抽象から具体なんですよ。皆さん今、具体を見たわけですよ。 具体を見た。具体を見たっていうことは、この X の説問になってるね、ね、えー、段落の一番、一文目の抽象的な部分っていうのも、当然、類推することできますよね。具体を抽象化すればいいだけです。はい。なので、具体は、これ、ロですよリミットですよね。思いっきり社会が、だって、自給自足だったじゃないですか。 ラージーな大きくはないですよね社会がねセグニフィカルト重要というのも意味がわからないしタイプが典型的でもないですよねアマゾンガでねアマゾンガに金掘りに行くのが何が典型的なのか意味がわからないですねなのでこれ老スが正解ですということですねちゃんと具体から抽象というふうに後ろから前というふうに戻っていけばこれは解くことができますはいで次第3弾の聞きましょう

ですよ、ねはい。物に与えられているってことに、この例、アマゾンの例を知ることによって、我々が、まあ、リマインド、まあ、つまり思い出す、気づくことができましたよねということをこれただ言ってるだけですね。はい、だからつまり我々と、ね、住む世界が違うわけですよね。なので、住む運、まああと、送る人生、送る運命も違ってくるということです。で、えー、とウィッチの質問がありますね。これ、関係代名詞ですよね。関係代名詞ってことはどうしたらいいんですかこのウィッチの内容が説問になってますか 一つ前見ればいいだけですよね。ね一つ前何が書いてありますか,、ね、なんか娘さんの名前をつけるみたいな、ね、ことを書いてありますからそれを、ね、ただ単純に選んであげればいいです。はい。D は何になるかというと、これは、歯ですね、えー、That's baby about to be born be、ね、著者の名前を付けますよということです。歯は,は、正解です。 じゃあ次の段落いきましょう。はい。The way a society is structured.、ね、社会の構造っていうのが has profound consequences for the race. そうですよね。これも作者の主張を同じことを表現を変えて繰り返してるだけですよね。社会っていうのが人生、生活において重要だって。 これ、第179で言ってたことと同じですから、まあ、もうね、それが分かってる方は特にマーキングする必要ここもないと思います、ね。同じ話の繰り返しなんで、同じ話が繰り返されてるところはマーキングする必要ないです。あくまでも新しい情報とかね、えー、作者の主張とかそういうところをマーキングしていきたいんで、まあ、分かってる方はいいんですけど、一応確認のために今回マーキングしました。 はい、といととうことですで、す。さらに見ていくと、バト・オルソーねノット・オンリー・バト・オルソンみたいな形が出てきていて、ノット・オンリー・バト・オールソー、まあ今回、ノット・ジャストか、ノット・ジャスト・トストバト・オルソン、どっちの方が作者の主張が書かれているんですか バットオールソイコですね。ここちゃんと知らなかった方は認識しておいてください。だから、ノットジャストがノットオンリーの方っていうのは読む必要ないんですよ。見る必要ないんです。もう一気にバットオールソの方を見ていけばいいんです。こういうとこ、速読になっていきます。はい。で、バッドオールソイコをね、見ていくと、well-being, relationship, and life prospect とこういうことを言ってます、ね。つまり、ね、人生の、まあ、幸福度とか、 なんかこうコミュニケーションじゃない、リレーションシップ、関係性とかね、えー、人と人との関係性とかね、えー、人生そのものがやっぱり社会の構造によって決まっていきますので、まあ、同じ話を繰り返してるだけです。で、Structure of Society is t i m これも同じ話で繰り返されていますね。はい。p o l i t i c ル l and Legal システム e The Economy, だから経済とか社会によって、えーね、決まって、 できますとストラクシャル・オブ・ソサイティね社会というのは経済とか、まあ、政治とかから成り立ってますよということをこれ言ってるだけです。まあ、ここもねさほどね、ねにはそんなに新しい情報じゃないかなという感じですけれども、えー、とそれっていうのが、はい、ソーシャル・コントラクト、ね、社会的な契約っていうふうにこれ言い換えられてますね、えー、ということです。で、えーまあ、社会的な契約によって で我々は生きているんだけれども、はい、because it is so important and because most people can't easily leave the society. そうですよね。なかなか今いる、ね、我々だって日本ですよね。日本をなかなか leave、離れることってどうですかできないですよね。明日からアメリカ行ってください。 言われても皆さんアメリカ行けないですよねだから、なかなかね、離れる、ソサエティって離れることができないんですよ、とこういうことをこれ言ってます。これは新しい情報ですね。いいだからこそ、重要なわけですよね。社会っていうものが、なかなか離れることができないからこそ、我々にとっては重要だし、やっぱりその社会っていうのが、我々の人生、生活を決めていく密接な関係性があるということを、これね、ビコーズ以降で言ってますと。 ということで,す、はい、で、すさらに見ていくと、Z の質問がありますね。はい、The Social Contract Requires a Z of the Majority. Social Contract 社会っていうのは、私たちのその大部分の何を求めてるんですか何を要求してるんですかこれ考えたら分かります。英文読んでるから分からないんだって。これ選択肢見ていってください。社会っていうのは、我々の何を要求してるかって言ったら、コンセプト考えですかコンテプト実施ですか それとも感染同意ですかそれとも全に抗議ですか社会ですよ。社会が抗議を求めますか意味がわからないですよね。社会ってどうやって皆さん成り立ってるんですか日本は民主主義ですけど。で皆さんの同意でしょ同意ですよ選挙とかやって、まあ多数決になりますけど、同意ですよね。だから、これ、派が正解ですということです。これはね、考えたらわかると思います。明らかにイトるとにね、えーと、おかしいかなというふうに思います。 はい、で次の段落いきましょうで、えーと。ここからが新しい情報が入ってきますね。ね我々っていうのはい、ディサポイントって失望してるんです。社会に対して失望してる、ね。ソーシャルコントラクトに対して失望してるというふうに言ってますね。はい、これはマイナスなんで青でマーキングしてます。でなぜじゃあ失望してるのかなみたいなところも書いてこの後来るんでしょうね。The life it offers them とこういうことを3番に言っていて、これもでもね分かりますよね。 はい、The Life It Offer h e m これを F の説問ですけど、はい、It とゼ e m の内容を明らかにしなさいと、そして日本語訳しなさいとありますけれども、この The Life It Offer h e m、ね、The Life。我々の人生をオファー、提案するのは何なんですかこれ、今までの文脈上でちゃんと考えて、あの作者の主張をちゃんと理解することができていれば、これは別に、ね、簡単に解けると思いますよ。 イットは何ですかこれ私たちの人生を提供するものは社会じゃないですか。社会が重要だった。ソーシャルコントラクトですよ。ここで言うと。ソーシャルコントラクトですね。社会の契約。これが我々に人生、ね、生活、そういうのを提案して、だって重要だ。社会が全てだって言ってたじゃないですか。それが社会が我々の運命、人生変えるって言ってたんだから、もうそれしかないですよね。で、当然、オファーされるゼム側は誰なんですか人生、 生活をオファーされる、社会によってオファーされるのは誰ですか私たちしかいないですよね。はい。これ、だから難しくないですよね。作者のちゃんと主張を捉えられているかどうかですよ。だからここで、まあ、和訳すると、はい、社会契約が人々に提供する生活と、我々に提供する生活ということです。 はい、さらに次見ていきましょう the huge gains and the world has seen.、ね。まあそうですよね。まあ非常に物にね、ここ50年間に非常に物があふれてきました、ね。何でも手に入る生活です。<laughs> じゃあでにもかかわらず、ディサポイントしてるわけですね失望してるわけですよ、ね。なんでなんだって感じですよね。で、さらに見ていくと、はい。f o r out of every five people, e、ね、the system is not working for them. ね。だこれもディサポイントですよね。s s e is not working for them. これはディサポイントの言い換えですよね。これ、いいですかポイント3です英文は抽象から具体に同じ話の繰り返し。まさにディサポイントが。 具体化されてますね。徐々に徐々に。ディサポイントル・バイザ・ソーシャル・コンテンツが具体化されてます。さらにはい見ていくと、アドバンス・カントリー、先進国ではこうですよと、子供の行く末をなんか心配してるのかな,な。今よりもいい生活を子供ができるとは思えないみたいなことを言ってるねまさにこれもディサポイントですよね。ずっと同じ話の繰り返しです。ディベロッピング・ブラード、発展途上国も出てきて、当然これは 4番説問になってますけど、これ簡単ですよ。これ和訳しようとするから皆さん難しく感じるんですよ。こういう問題。和訳なんかする必要ないですよ。これ。めちゃめちゃ簡単ですよ。ディベロッピングワールドはディサポイントしてるのしてないの。この問いに答えられるかどうかだけですよ。カッコ4番は。どうですかしてますかしてないですかしてますよね。だって、この段落の、えっ、ー、と、1、2、3、4行目見てください。 ね、the system is not working for them in the United States.、はい、ヨーロップ、チャイナ、インディア、アンドバリアスディヴィロッピングカントリー、はい、ディサポイントの中にディビロッピングカントリーも入ってるじゃないですか。だからこの過去言イエマつまりディサポイントって言ってるだけですよ。だってずっとディサポイントと具体化してるんだから、ここ、ね。それが分かればもう何だ G の説も難しくないですよね。どれ使ってたらもう一つしかないじゃないですか。これは ?G は これ、ロですよね。Society often disappoints people's e x p e c t a t i o n ね。期待を、ね、人々の期待を裏切っていると失望させていると。こういうことですよね。もうこれしかないじゃないですか。ということです。はい。で、えっ、ー、とね、もうあとは同じ話を繰り返しなので、もう飛ばしますということです。で、次の段落いきましょう。Dissatisfaction、uh,。はい、この dissatisfaction って何のことを言ってるんですか ディスだから、ディスディスサーティスファクション t ディスディス i s のディスこのって言ってるんだからもうすでに英語長文本文上の中に出てきているわけですよね出てきてるんですよだから指示語ですねザットとかディスとかザットとかットとかねさっきもそうですけどそういう指示語が出てきたら一回立ち止まって何のことを指してるのかって前を見なきゃダメですよで前で言われてたことって何なんですかずっと前の段落は ディサポイント。これがずっと言われてたんだから、このそれが分かってれば、ディスサーティスファクションはもうディサポイントの言い換えだっていう風に分かりますよね。はい、ということです。で、メニーディファインスフォームねいろんな形、つまりそのディサポイントね、失望、不満とかいろんな形で現れますよと、メニーディファインスフォームと言ってるんで、これがまた、じゃあどういう形で具体的に現れるのっていうのが話が これ具体化されてくるわけですよね。ここもポイント3です。で、見ていくと、はい、じゃあどういう形で現れていくのかなっていうと、some in rural areas and small town ね、田舎町とか、はい、too much attention and resource go to t ね、都市部にリソースとかが集まりすぎだと、資源が集まりすぎだと、ね、えー、ことを言って、まあ、 だからですね、都市は栄えてるのに、我々田舎は栄えてないみたいな不満を、つまりディサポイント、ディスサーティスファクションがこういう風うな、メニーディファレント、こういう形で現れてきてるってことでしょ。さらにはい、ネイティブポピュレーションがどうだとか。 はね、The y o がどうだとかね、お年寄りに対して、なんで自分たちがね、年寄りの年金とか、えー、健康保険とかね、そういうのを負担しなきゃいけないんだみたいなことを言ってるわけですよね。もうずっと同じ話の繰り返しなんで、ここ皆さんで、ね、確認しておいてください。ね、Many Different Forms がずっと具体化されているだけです。 で、ゼムの説問がね、括弧コ5番ありますけれども、これも何を指しているかということですね。つまり、ここでは、えー、若者が年寄りのことをまあ恨んでいるわけですよ。なんで年金払わなきゃいけないんだと。ーで、while living them with a the legacy of debit and environmental destruction、ねえー。借金を残したのは誰ですか借金を残したのは破壊された環境を残したのはまあ、今まで長年に生きてきたお年寄りたち、エルドリーですよね。 エルドリーがつまりリービングゼム。残したから若者が怒っているんで、これゼムはもう若者ですよね。はい、ザ・ギャングですよね。なので、これは、設問は、H はどれになるかというところで、はい、ザ・ギャングが正解、そのまんまでです。 で、えー、次いきましょう。最後の段落ね。えっ、ー、と、to get at the root of this disappointment。ね、えー、まあ、この失望の根源。ね、なんで起こってるんだ。それから、avoid、uh, destruction of the m t u trust。ね。信頼をの、の、まあ、欠如かな、はい。崩壊を避けるために我々が何しなきゃいけないかというと書いてありますね。We must think hard about the social contract ね。もう一回、社会に対して見直さなきゃいけない。だって社会に対して今、ソーシャルコントラクトに対して 不平不満がたまってる、ディサポイントがたまってるわけですから、その根源が何なのかっていうのをちゃんと考えて、ね、そこを解決していかな、変えないとね、社会を変えないといけないわけですよね。っていうのが、まあ、この以降に書かれてるわけ,わわけですよね。はい。で、括弧六6の質問も、これ、those much o b l i g a まあ、オブリ i ーションね、ターゲット1 9 0にも載ってると思いますがまあ、義務ですよね。だから、まあ、義務があって、はい、need to adapt it ね。えー、how m i あその後は、the answer to t h i s q u e s t i o n ねえー、があって、まあ、だから義務があって当然リターンもなきゃねおいしくないですから愛、はい、の説問ですけれどもこれ何になるかというとロッドですね。How much society earns and the individual and t h e a t and individual earns in return? ね えまあコストも払うけど、ちゃんとリターンもくれよと、ちゃんとそのコストとリターンのちゃんとバランスですよね、をちゃんと取,取るような社会、システムにしていかなければ、我々はいけないんだと。だから今、その調整するちょうど時期なんだということですね。だって皆さん、だってリターンがないのにコストばっかり支払わされる社会なんか嫌じゃないですか。そうですよね。はい。だからちゃんとリターンとコスト、それをちゃんと同じぐらいにしましょうよということです。 で、最後ね、J の説問ですね。えー、正解を選んでいくわけですけども、E からね、一つずつ見ていきましょうか。選択肢です。はい。E。Our, our, our, our family is、uh, larger,、uh, larger, kind of larger, determine what kind of life we will live. これは不正解ですよね。我々の人生、ライフね、ね、えー、生活に影響を大きく与えるのは社会って、これがずっと作者の主張じゃないですか。この「いい」を選んじゃうってことは作者の主張が皆さんつかめてないですから、もう一度やり直した方がいいですね。で、ロ、はい、えっ、ー、と、アントニアかな。はい、えっ、ー、と、Husband often need things、uh, they could neither find nor make to. h e y c u l d find neither のはメイク自分自身で、ね、自給自足できないわけないじゃないですか。Amazon の人たち自給自足してたんだから。これは間違いです。は、We tend to take for granted the things we get by living correctly.、ね、でありますけど、これはこれ正解ですね、はい、で我々っていうのは非常に物にあふれて与えられている、ね、それを当然としている傾向がある。 ということが Amazon のあの例ですよ。自給自足の例を見て気づかされるリマインドってね、えー、英語長文本部上では言ってましたけど、思い出されたわけです。なので、これはは、ね、正解です。2:The f i r s t opportunity we have in life,、uh, crucially depend on the structure of society. と。こういうふうにありますが、えー、これはどうでしょうかこれも正解ですね。これもあってますね。はいえー、我々のね、だから、ライフ、ね、人生、生活っていうのは、ソサティそうですね。社会に、 非常に頼っている、社会が非常に大きな影響を与えてくるということですから、それが作者の主張ですよね。だから、ハト、これ。2が、えー、この、ね、J の説も正解です。これ、作者のちゃんと主張がつかめてれば、このハトには選べましたよね。だから、最初のところで言いましたよね。ポイント2ですよ。作者の主張をね、 が、説問になりやすいから、作者の主張をつかむと正答率上がりますよっていうのは、まさにこの J の説問ね、えー、まさにそういう感じになってるかなというふうに思います。はい、以上になります。えー、お疲れ様でした。 えー、もう一度ね、マすような過去も自分だけで解けるかどうか確認してみてくださいあの。勉強っていうのは他人の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるように、もう一度自分の頭に刷り込むようにしておいてください。それから他の大学の過去もに関しても、再生リストの方に大学別でまとめてます。もしよろしければそちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。お疲れ様でした。